M8 正体嫌われる勇気第4夜パート2共同体感覚を整理しようということで、うん、二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、あまり今のところ人気のない知られてない知られてない、うん、我々 M8 正体のアドラー、うん、嫌われる勇気、うん、まだ知られてない知られてない、うん、知られてないんですかね。っていうこの気にするのも他者の課題ですと、そうというところで、うん、第4夜パート1まで、うん、まあ、第4夜のパート1では、うん、対人関係の入り口は課題の分離、うん、そして出口が共同体感覚だよっていうことを学びつつ、うん、そしてその共同体感覚っていうのは、うん、他者を仲間とみなし、うん、そこに自分の居場所を感じられること、うんうんうん、それが共同体感覚だと、うんうん、ただちょっと青年的にもポカンハテナっていうのだったのが、うん、その宇宙全体とか過去未来ポカンです生物っていうのが共同体感覚なんですっていうのでポカンとしてましたと、うんうん、でまあそこから始まりますと、うん、で4夜のこの始まりとしては、うん、より大きな共同体の声を聞けっていうので始まるんですね、うんうん、で、すいません基本これはこのアドラー嫌われる勇気の太字を拾って読んでいくだけでも、うんうん、なんかセミナー1本分のありがたみがあるよねっていうところで行っております、うんうんはい、で初めに出てくるのがちょっと青年がその私が先ほど申し上げた宇宙全体というのがちょっと分かりにくいみたいな話をするんですけども鉄人、鉄人はですねここでは共同体の範囲が無限大無限大っていうことで捉えようっていう話をします。でまあ太字ではなんかいいんですけども、例えばその定年退職をしたお父さんが急になんか元気がなくなるみたいな例があるじゃないですか、うんはい、でもそれは共同体を会社だけで捉えてるからそうなってしまうよ、うんうん、それってもったいなくないみたいな話をするんですね、うんうん、で青年はもちろん反応しますよ、うん、おい待て待てと、うん、急にその宇宙に所属しているって言われてもねうん、うん、そんなんどこにも所属感なんてないわっていう話をするんですけど、鉄人はまあ聞きなさいと、例えば仕事もせず結婚もせず人付き合いも何もなくなったけども、まあ親の遺産だけで飯を食べてるっていう人がいたとして、彼らもその共同体に属しているんですかって青年は聞くと、じゃあ例えば彼らが食べてるもの、そのパンは誰が作ったんですかみたいなことを鉄人が言うんですよ。わかります。あ、それはわかるんです、ね、それはわかります。宇宙とはあまりつながってないです。あ、なるほど僕そこはなんか青年にそうだそうだだったんですけどねほう。で、そうやって空想を膨らませろって言うんですか、うん、って青年は言うんですね、うんうん、っていうと、いや空想ではなくて、うん、その家族や社会目に見えるものではなくて、うん、目には見えないつながりまで考えよう、うんうんうん、空想じゃないじゃんそれって。親の資産がいっぱいあって、はい、働かなくても、はい、誰かに頼らなくても生きていけるって言ってるけど、はい、生きていけないよねって話。生きていけないよねって話。ご飯作れないし、はい、そう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 、うん、僕はそこはなんか青年と一緒なので、うん、あ、なるほどと、うん、言われてみればそうですねっていう感じでした、うんうんうん、で、じゃあまた仮に、うん、例えば学生で、うん、学校っていう共同体がありますと、うんうん、あります。結構そうやって絶対視されてますよね。例えばいじめられた、うんうんうん、けどなんかそこに行かなきゃいけない、うんうんうん、地域的にとか、うんうんうん、ってなるけども、それはその学校こそが全てで、私は学校があるからこそ私なのだ、うんうん、っていうのはあまり良くないよねって話をするんですね、うん。その学校の外に行けば、うん、もっと大きな世界が広がってる、うんうん、でまあ、これは社会人になると感じることですよね。何でもやってよかったんじゃんっていうのは。でもまあ子供の時ってそれがそこの社会が全てだったりする。てかもうクラスのヒエラルキーが全てですもんね、うんうん、でもまあ確かにコップの中の嵐っていう話をするんですけども、うんうん、もっと別の共同体があるよって考えると、
その先に鉄人が挙げた共同体の範囲が無限大っていう意味が分かりませんかみたいな、うん、って言われると、うん、まあ、まあ、鉄人うまいねってでなっていき、うんうん、まあ、どっかで何かがつながってるかもしれないぐらいですよね。あ、そうですね、まあ、でそれは空想ではなく事実ですと、うんうん、イメージできなくてもどっかに何かつながってますよ。そうですね、うん、目に家族とか会社みたいに目に見えるものではなく、うんうんうん、目には見えないつながりまで含んでますみたいなことですかね。だから絶対つながってるって話ですね。こう回り回れば回り回ればただまあ青年はそこで反応するのは、うん、まあ理屈は分かったと、うん、ただその外に飛び出すのは勇気がいる、難しい、うんうん、特にまあ学校の場合はそうですよね。まあその気持ちも分かります。青年ですけど、すごい僕も分かる分かります。で、まあね、鉄人は言います、確かに簡単ではないでしょうと、うんうん、でもそこで覚えてほしい行動原理はより大きな共同体の声を聞けですと鉄人は言います、うんうん、より大きな共同体の声これ鉄人で青年ですか、ね、青年、はい、で例えば学校なら学校という共同体のコモンセンス、コモンセンスっていうのは共通感覚、うん、まあ、なんかその中のルールみたいな感じですかね。ありますよね、うん、目には見えない、うん、どこの会社にも、まあ、例えば、うん、学閥とか、うん、大きな会社だとな、うん、社長派副社長派とか頭取派副頭取派みたいな、うん、半沢の世界、半沢の世界そうですね、うん、まあありますよね、うん、ただまあそれは鉄人が言うのは、まあ、そういう共同体、うん、小さい共同体のコモンセンスで物事は判断せずに、より大きな共同体のコモンセンスに従うべきだと。だからその基本その多分鉄人がコモンセンスってあげるのは共同体感覚なんですよね。でその共同体感覚っていうのは対等な人間であると、あなたも教師も対等な人間である、理不尽な要求をつけられたらそれは正面から意を唱えてもいいと、うんうん、意を唱えてもいいんですね。いいと言いますうん、うん、もし意を唱えて崩れるような関係なら、うん、そんな関係など初めから結ぶ必要はない。それは共同体感覚ですかね。鉄人の声ですこれは、うん、いや、それは、まあ、関係が壊れることだけを恐れて生きるのは、うん、他者のために生きるっていう不自由な生き方です、うんうんうん、まあ、なるほどと、うん、戦ってもいい戦ってもいいって話ですかね。そうなんですね、まあ、うん、ここでまあ言ったのは、今挙げたのはなんで、このより大きな共同体の声を聞けっていうのと、うん、関係が壊れることだけ恐れて生きるのは、うん、他者のために生きる不自由な生き方ですと、うんうん、まあ、そこはちょっとまた後で次のタイトルとしては叱ってはいけない、うん、褒めてもいけないっていうところ出てるんですけども、うんうんうん、その大切なのは横の関係ですと、うん、いや先ほどその先生と教師、うん、一緒ですね、これごめんなさい教師と生徒とか、うん、まあ、上司と部下でもそうです、うんうん、でもここは大事なのは横の関係という概念です、うんうん、横の関係、あ、これまた先生が言うんですけども、うん、例えばその動物の調教を考えれば分かりやすいけども、うんうん、その叱って育てるっていうのは明らかにこの上下だよねと、うん、っていうのと同じように、うん、その褒めてはいけないっていうのを取ります、うん、褒めてはいけない、叱ってもいけない、うんうんうん、なぜなら褒めるという行為には、うん、能力のある人間が、うん、能力のない人に下す評価、うん、っていう側面が含まれています、うん、なるほどと、うん、でそこにある背後にある目的はその人の操作ですと、うん、まあそうですね、はい、親が子供を操作する、はい、でアドラー心理学ではそのあらゆる縦の関係を否定して、うん、全ての対人関係を横の関係にすることを提唱しています、うんうん、要は明らかに親は子供を褒めるときに下に見ている、うん、下に見てるし、まあ、操作ですよね、こうなってほしい、そうですね、もっと勉強してほしいみたいな、そうですね、操作しようと思って褒めたり褒めたりしますよねっていう、それはそもそもその劣等感っていうもの自体が、うん、うん、縦の関係から生じてくる意識ですと、うん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 、対人関係を縦で捉え、うん、相手を自分より低く見ているから介入してしまう、介入っていうのはその例えばその課題の分離の時にも話題にもなったんですけども、うんうん、他者の課題に対して土足で入ってくる人がいる、うんうん、
これもなぜかというと対人関係を縦で捉えて相手を低く見ているから、うんうんうん、介入してくるんだっていうお話ですと。まあ、上と見てる人に介入しないですからね。自分より上だ偉い人にそういう場合も、そういう場合もそうですよね。あ、ただそれも後から出てくるんですけど、うん、要は下から入って、うん、要は褒めてください認めてくださいっていう、うん、そのなんて言うんでしょう、縦の関係で下から入って操作しようとして、うんうん、要は気に入られたいからっていう、その縦の関係で褒めるっていうのはこう自分が上だって話じゃないですか、はいはいはい、でもこう自分より上な人に、はい、何々さんすごいですねってあんまり言わないな。で、で宣言を聞きます。じゃあ横の関係を築くこと、うん、気づくことができれば介入もなくなるんですかと、うん、鉄人はなくなりますと、うん、で青年はじゃあ勉強の例ならともかく、うん、目の前に苦しんでる人がいたら放置することできないでしょうと、うん、手を差し伸べるのは介入だから何もしないんですかって聞くと、うん、鉄人はいやそれは援助はする、うん、援助はする必要がありますと、うんうん、ちょっとこの辺なんか言葉そう難しいですよね。難しいですよね。熱出て困ってたら放置みたいなことはしないよ。援助は必要、横の関係で援助は必要だと、うんうん、確かにその過去未来、未来ってつながって過去とか未来でつながって考えると、うんうんうん、その人がいたからこそ何かが生まれて、うんうん、巡り巡ってここに来ているっていう、うんうん、まあ、思いを馳せることができれば、まあ、わかります。今つながってなくても未来でつながる可能性もあります、ね、可能性もあるしっていう、なかなか難しいですけどね、うん、で急に、ま、すいませんここで、うん、横の関係に基づく援助のことを勇気づけと呼んでいますと出てくるんですけど、うん、この勇気づけっていうのがアドラーの大事なところですと、うん、鉄人の説明を読みます、うん、人が課題を前に踏みとどまっているのはその人に能力がないからではない、うん、能力の有無ではなく純粋に課題に立ち向かう勇気がくじかれていることが問題ですと、あ、そうですね、と考えるのがアドラー心理学、うんうん、そうなればそのくじかれた勇気を取り戻すことが先決でしょうと、うんうんうん、で青年は、まあ、それって褒めることじゃん、ね、まあそこもなんとなく、はい、って言って、うん、もう褒める必要性を認めろって言うんですけど認めませんと、うんうん、で答えははっきりしていますと、人は褒められることによって自分には能力がないという信念を形成していきます、うん、と青年は言いますよ、うん、そんなバカなこと言うなと、うん、逆でしょうと、褒められてこそ自分に能力があることを実感するっていうことじゃないんですかって聞くと、うん、鉄人は違うと、うん、褒められてもらうことに喜びを感じているとすれば、うん、それは縦の関係に従属していて、うん、認められた、自分には能力がないって認めているから上の人に褒められると思うからだと、うんうん、上の人は縦の関係で私は下、うん、で上の人から褒めてもらうっていうところにその人がいるから、うんうんうん、っていうことは能力がない、うん、で鉄人は言ってます、うんうん、認められたってことなのかなと思いますけど、まあ、そう、まあそこもありますよね、うんうん、仲間としてそうそうそう褒められた、認められた、この人に認められた、すなわちこの人の下だっていう、あ、っていうことなのかなと鉄人が言ってるのは、うんうん、で鉄人は一番大切なのは他者を評価しないことと、うんうん、じゃあどうすればいいんですかって聞くと、うんうん、まあ、人は感謝の言葉を聞いた時に、うん、自らで他者に貢献できたことを知りますと、うんうん、要は何かをやって感謝の言葉をされると、あ、認められたって自分で思う、うんうん、そして自分、人は共同体にとって有益なのだと思えた時こそ自らの価値を実感しますと、うんうん、あ、僕は共同体のためになってるんだ、感謝されることで、感謝されることでと、で自ら、大切なのは自らの主観によって私は他者に貢献できていると、うん、思えることだ、うんうん、というところで、ちょっと裏に行きます、すいません。で、まあ、そこで青年は反応します、うん、出たなと、誰かの役に立つ、うん、っていうことは、じゃあ寝たきりはどうだと、生きる資格がないのか、
で青年は反応するんですけども、うんうんうん、いや違うと、他者のことを行為のレベルではなくて生存のレベルで例えば考えてみようと、うんうん、例えばあなたの大好きな人とか母親とかが交通事故にあった、うん、バーって病院に行って生きてた、うん、それだけで感謝しませんかと、うん、あなたはそこで動けなくなったお母さんに、うん、あこいつは価値がない価値がないって思いますかって言われると、まあ、ぐぬぬですよね。確かに、まあうん、その時はまあ感謝ですと。感謝ですね。でそれは同じことができないんですかと、うんうんうん、うーって青年がなっていると、鉄人がちょっとここで難しいこと言うんですけど、うんうん、何をしたかで判断せず、うん、そこに存在していることそれ自体を喜び感謝の言葉をかけていくのですと、うん、そこにいることだけで感謝の言葉をかけていくと、でここにそれって難しくないって分かる。青年は寝たきりの人、まあ、例えば、うん、うちの父親とかも、うん、もう最近は年を取ってしまって、うん、あまりもご飯を食べて出す、うん、ご飯を食べて出すっていうだけです。だからそこに感謝の言葉はなかなか難しいと、うん、っていう青年の気持ちもちょっと分かるんですよ。その僕はこう母親が倒れて、はい、寝たきりみたいな状態になったので、はい、まあ、こう生きててくれたことには感謝、はい、っていう気持ちはまあ分からなくはないです、ね、はい、ただ、そう、ただこうそれが寝たきりになった頃なかったからこそ感謝みたいな感じはあったりしますよね。別にこう寝たきりじゃなくて元気で年を取って別に何もすることなくボケと生きてたら何も感じなかったりしますよね。あ、なんとかこう生きててくれたって思ったから、まあ、今までありがとうとかこう生きててくれてありがとうみたいな感謝の気持ちは出てくるみたいな。そういったことを含めて、うん、その例えばじゃあ引きこもりの問題とかを青年が持ち出してですね、うん、その引きこもって父親母親には悪態をつくみたいな、うんうん、な奴らにもありがとうですか、うん、で引きこもりって書いてあるんですか。書いてありますよ、引きこもっている子供が、うん、学校にも行かず就職するでもなく、うんうん、うつうつと家に引きこもっているような子供に対しても、うん、ありがとうと感謝の言葉を口にせよというのですか、うんうん、って聞くと、うん、もちろんですと、うんうん、で青年は、あ、鉄人は答えます、うんうん、で、うん、青年はそういったことを含めて、うん、もうそれは偽善だと、うん、そんなものは偽善者の戯れで、うん、まあ、よくキリスト教の語る隣人愛みたいなもので、うん、要はなんか頬を打たれたらこっちも出せみたいな、うん、綺麗事だって言うんですけど、うん、そうやってアドラーに行った人もいるよと、うん、どういうことですか。そういうようなことをね、あなたが言ってるようなことをアドラーに行った人もいる、うんうんうん、そこでアドラーが言った時の答えは、うん、こう言いましたと、うん、誰かが始めなければならないと、うんうん、他人が協力的でないとしても、うんうんうん、それはあなたには関係ない、私の助言はこうだ、 あなたが始めるべきだ。前の挨拶みたいな感じですねあの同僚挨拶しても無視する同僚はいはいはい、あ、そうそうそうです、そうそこです、はい、うん、私の助言はこうだ、うんうん、あなたが始めるべきだ、うんうんうん、他の人が協力的でどうあるかどうかは考えることはなく、うんうんうん、とアドマは言いました、うんうん、誰かからやる、うん、だったらあなたからやりなさい、うん、やるべきだって、やるべきだ、はい、うんうん、でそういうまずその横の関係、縦ではなく横の関係を気づいて、一つでも気づくこと、うんうん、でもしくはあなたが誰か一人でも縦の関係を築いているなら、うんうんうん、自分でもあなたは気づかずに縦の関係を築いているよと、うんうん、そこには劣等感も生まれるし、うんうん、劣等感を生まれさせる結果にもなるし、ライフスタイルの大転換をしましょうと、うんうん、そして、まあ、先ほどあの隊長がおっしゃった、うんうん、上司にはなかなか言いづらいみたいなのもここで出てくるんですけど、うんうん、要はそのいや敬うことは大切です、うんうん、ただその意識の上で対等であること、うん、でそして主張すべきは堂々と主張することが大切ですと、うんうん、でまた青年はちょっと難しいから、うん、考えさせてくださいってで、うん、4夜が終わっていきます。わ、まあ、かります、理屈はわかりますよね。そう、うん、あの僕もどちらかというとあの青年に近いので綺麗事だって、うん、綺麗事キーってなるんですよね、うん、だから、まあ、綺麗事の理屈はもうわかりました、もうわかりましたというかわかりました
ああそうですね。理屈としては、うん、なるほどな。ちょっとなんか今居酒屋にちょっと突入したような感じになってるんですけども、うん、なんかまあこのまま続けると、なんか私最近ちょっと上がってる感じはしてるんですね。ちょっと俯瞰で見れるようになってきたなっていう実感はあるんですけども、うんうん、どうしてもその反対意見、うんうん、銃をこちらに向けてる人に対して、うんうん、これはちょっとまだなかなかこの人にも仲間ですって言うには、うん、僕も銃を持たなきゃ守らなきゃですよね。守らなきゃっていうのがあって、うんうん、その辺をどう理解していけばいいのかっていうのが、うんうん、アドラーで解決できるのかっていう。でもこの主張すべきは堂々と主張すること、はい、だからあいつらダメじゃだではないかもしれないけど、はい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 、私はこう思うっていうのはいた方がいいみたいなところですかね。あなたの意見はよくわかると、うんうん、あなたの主張はわかるけど私はこう思うっていうところですかね。なるほど。今こうあるじゃないですか、うちが撮ってる、愛知トリエンナーレ、大村愛知県知事のリコール問題、うん、はい、そういうのもけしからんじゃないですか、まあ、立場的にはけしからんです、うん、はい、だってこれでいくとどうなんですかねって、けしからんって言いづらい仲良くしましょうって言われてる気がするじゃないですかまあ話し合いましょう、ただ何て言うんでしょう、話し合いましょう、うんうん、君らは話し合う気があるのかそこがちょっと上からな感じじゃないですか。なるほど。でも彼らも多分あまり聞く耳を持ってないって思われるんですよね、うん、そう、対話の場に出てきてないとかっていうところで、この辺をどう考えていけばいいのかは、うんうん、あのゴヤに持ち越しかなと、うん、青年はきっと僕と同じように、ね、この同じ怒りを持ってくれてると思うので、ゴヤに期待くださいと、うん、難しいですね、というところでしょうか、はいはい、ちょっと長くなってしまいましたが、はい、第4夜パート2、うん、終わりました、はいはい、次は第5夜でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。